おはようございます。今日は栗駒に来ました。ここは行者滝です。なんか水量少ないな。すげえ雨止んでくれた。今日は和又養魚場に行きます。知り合いの和又さんとこですね。世界野地歩けたらあといいかな。この辺はまだ雪ないですね。この後上に上がっていくともっと雪出てくると思います。はい、じゃあ行きます。はい、世界野地の入り口に来ました。こっから上がっていきます。やっぱりね、ちょっと積雪増えましたね。はい、少しだけ林道歩いてきました。いい感じ。この積雪ですからね。まあ、50センチぐらいかな。はい、世界野地到着です。今日の目的地。さあ、世界野地の一番いい眺めのところに来ました。左が、大地森。右はね、岩名沢があるとこなんだよね。まあ、特別名前ないと思うんだけど。こちら側が、コエルトマグサ森。和又山地はこのマグサ森の向こうです。はい。お茶。コーヒー飲みます。世界野地でお茶。はい、さて世界野地を後にします。じゃあね、世界野地第一森。はい、さてもうそろそろ戻ります。戻ってきました。下の方で沢の音してますね。はい、戻ってきました。向こうの山はもう全然雪ないな、すっかり。さあ、この後イワナ食べに行きます。はい、和又養魚場に来ました。イワナ発祥の地です。日本で最初にイワナの養殖に成功させた場所ですね。美味しいイワナをいただいてきました。栗駒にお越しの際はイワナの館ぜひ来て、イワナ丼、イワナの刺身、塩焼き食べてください。はい、温泉に来ました。やってるかどうかわかんないけどね、ちょっと聞いてきます。今日は最後にやっぱりお風呂、温泉で締めるっていうね。本当だ、ヴィーナスの長沼温泉。ヴィーナスの湯。長沼ね。ここあの、一応オリンピックのボートのなんか候補地だったけど、無視されたってやつだよね。はい、じゃあ温泉入って帰ります。今日は栗駒の旅でした。また見てください。よろしくお願いします。はい、いいお湯でした。500円で、ヴィーナスの湯。あったまったな、なんか。はい、じゃあ今日はこれでムービー終わりたいと思います。